みなさんこんにちは、ゆめあです。今日はじゃん、こちらです。 BT シビルチロルチョコです。今回はこちらを2箱を買ってきたので、中に入っているアクリルピンバッジで推しが出るかやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それではやっていきたいと思います。こちらのチロルチョコは発売日にコンビニとかスーパーとか行ったんですけど、なくて、そしてこの間たまたまイオンに行ったら売ってたので2箱買いました。この中に BT シビルのチロルチョコとアクリルピンバッジが入っているので、そちらを開けていきたいと思います。それで1箱目、とりあえずこぼれそうです。いきます。せーの、じゃん。お、チミーちゃん、チミーちゃんです。めっちゃちっちゃいね、これ。すごいちっちゃい、このね、指ぐらいの大きさのチミちゃんです。で、チロルチョコはこんな感じの、クッキーとこんな感じ、全員入ってる。だからコヤと RG 以外に1個ずつ入ってました。こんな感じの普通のチロルチョコです。それじゃあ2箱目いきます。せーの、ボン。あ、チミちゃん、すごい、かぶりです。これか、これですね。すごい、チミちゃんがやばい。で、さっきと同じかな、でもさっきと同じ感じの中に入ってます。ということで、今回はどっちもね、ちょっとチミちゃんだったんですけど、これね、すごい可愛い。これどうやって取るんだろう。なんかさ、ピンバッジの付け方はわからない。あー、そうやって取るの、すごい危ない、これ。後ろが針になってる。こんな感じです。めっちゃちっちゃい。この手よりめっちゃちっちゃいです。はい、どうだったでしょうか。今回はどっちもね、ちょっとチミちゃんだったんですけど、でもこれはとっても可愛いです。なんかね、お菓子の柄になってて、めちゃめちゃ可愛いので、皆さんもぜひ売ってたら買ってみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。